広告フルマと3本目のヒットが出ました。続く深崎はピッチャーゴロ、ピッチャーの二村セカンドに投げますか、おっと一塁へ投球しました。二塁へ放っていればあるいはランナーを殺せたかもしれません。本当は二塁に投げれば間に合ったはずなのに、完全に間に合ってましたね、ええ、どうして一塁に投げちゃったんですか。面倒さえ一塁投げたんですよ。ただ単にダブルプレーってあったんだろうけどもね、でも面倒さえ次抑えられたろうっていうのは自分の中で何ですかね、まあ、次抑えられるから大丈夫だってことねやっていうな気持ちに高むんですからね。さて広告はこのチャンスをどう生かしますか。打順はトップに返りましてしぶといあった。カウントワンストライクワンボールから第3球を打った、いい当たりです。ショートオーバーヒット、打球はいいコースに飛んでおります。二塁ランナーは三塁ベースを回りました。丸山ホームイン、広告待望の1点を先行いたしました。ピッチャー三浦君打たれました。しかし落ち着いて次のバッターと対します。バッター真本君打ったセカンドゴロ、一塁ランナー二塁にフォースダウンチェンジ。しかしこの回須藤が広告に1点を与えました。1対0で6回を迎えます。決勝戦らしい緊迫感に包まれてまいりました甲子園球場。今日触れている藤波くんバッターボックスに立ちました。打ったー、セカンドゴロ、セカンドって一塁へ、試合終了、1対0、広告初優勝。私ね、まあ、終わったな、まあ、やっと終わったかっていうような気分ですね。リンドが上がっています。河野、そしてキャッチャーが吉田から矢沢に変わりました。ピッチャーが三浦、前の鈴木が全く後楽園ではダメであった、はい、この中日もある程度点を取るけれども追っかけられる、はい、全て失点につながってるんですからね、勝てるありますよね。あ、そういうもんでしょうかね。三浦、これもファウル、粘っています。これもファウルです。戸田も苦笑いです。もう迷うというよりも何を投げさせたら、はい、ま、これもファウルです。これもファウルです。これもファウルです。もうですからね、先ほど言いました、はい、何でも打ってやろうと、今度は14球目、これもファウル。高めの球いうのは振ってくれますよ。はあ、ファウル。また木俣がマウンドに歩み寄りました、これもファウル、バックネットに当たりました。まあ、私どもが、小さい時にねファウルを36回切ったらアウトだというようなことをして遊んだ記憶があるような気がするんですけども、もうすでに16球いっています。あー、こう、どうか空振り。三浦、スイングアウトの三振に倒れました。